医者裁判で判決を受けるカール・ブラント医者裁判は1946年12月9日から1947年8月20日にかけてアメリカ合衆国がニュルンベルクで行ったナチ戦犯法廷。ナチス体制下で重い地位にあった医師や医療関係者、ナチスドイツの人体実験や安楽死計画に関与した者たちを裁いた。 ニュルンベルク継続裁判と総称される12の裁判の中で最初に行われた裁判である。23人の被告人が裁かれ、うち7名が公主刑となった。裁判長はワシントン出身のウォルター・ビールスが務めた。その他の裁判官として、フロリダ州出身のハロルド・セブリング、オクラホマ州出身のジョンソン・クロフォードなどがいる。この裁判の判決文の中の許容されうる。 医学実験と題された一説が、ニュルンベルク高領である。なお、人体実験の中心人物であるヨーゼフ・メンゲレは、行方不明のまま死亡扱いとなり、1980年代になって、逃亡先のブラジルで死亡が確認された。ヒューグレゴリー・ャラファーは、T4 作戦についての著書の中で、この裁判では50年後の今日もなお議論の的となる、法秩序上の問題が生じた。 正当な政府からの命令で個人が取った行動の責任を問えるのか、ドイツ国民がドイツ国民に対して犯した罪に戦争犯罪を適用できるのか、1939年9月1日の第二次世界大戦勃発より前の罪を訴追しうるのか、しかし連合国が何も手を打てない場合には、悩みは比較にならないほど大きかったに違いないと述べている。 4つの素因があった。戦争犯罪と人道に対する罪の陰謀。2と3の素因で評価される。戦争犯罪。本人の同意なしで行った医学実験、安楽死計画への参加、強制収容所での囚人の虐殺への参加など、人道に対する罪。2の素因で評価される犯罪組織への参加。ヒューグレゴリー・ギャラファー、ナチスドイツと障害者。 安楽死計画、長瀬治役、現代書管、1996年 ISBN4768466877、P289 から290。ありがとうございます。